はいどうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、新パックのですね、セールが明日、まあ、3月10日のですね、2時まで、まあ、13時59分までっていうことで、実際ですね、1週間経って、セールが終わる前にですね、このパック引いた方がいいのだとか、このカード何枚ぐらいぶっちゃけ必要なんとかっていうのをレビューしてみるっていう風なですね、動画を作っていきたいなと思います。まあパックのねレビュー動画っていうのはいつも出してるんですけれども、このパックじゃあ実際に引いた方がいいのかどうかっていうのはできる限り出そうかなっていうふうには思ってるんですよ。前回ちょっと出せなかった記憶があるよね、 KC 前だったから。まあただ今回はまだ KC までちょっとだけ時間があるので話していきたいなと思っております。で、新パックがですねこれ出た当時は青眼が強いですとか、あとライトロードが強いですとか、そういうのが言われてたと思うんですよね。で、1週間割とガチで煮詰めてみました。で、その結果まあ何枚ずつ必要かっていうのをこれから話していきます。まあ実際ブルーアイズはね、強かったとは思います。はい。で、先にまあ各なんだテーマがどれぐらいに入るかっていうと、まあブルーアイズがティア1、2、3わかんないけど、でも環境か準環境ぐらい、準環境ぐらいかなには入るんちゃうかなっていうのは思います。うん、で検討もそれぐらい、まあぶっちゃけその時の環境のテーマ次第で何とも言えないんだけど、例えばブラマジとかにはブルーアイズ相性いいけど、検討はちょっと微妙だと思うんだよね。だから検討が、ブルーアイズ、ブライじゃない、ブラマジが少ないんだったら検討は輝けると思うし、その逆にブラマジが多いんだったらブルーアイズ輝けると思うしみたいな感じだと思うよ。まあただ検討もブルーアイズもそのポテンシャルはあるというふうに思っております。で、それよりも何よりもやばいのは光の援軍と、あとライトロードアサシンライデン、この2枚のカードがやばいっす。あとでちょっと話していきます。で、あとはムーンライト、ここも、まあ、無課金とかで行くんだったらかなりいいテーマかなと思います。普通に強いと思う、環境には入ると思います。というわけで、各何枚ずつぐらい必要かっていうのはまずは、ブルーアイズスピリットドラゴンからやっていきたいと思います。ブルーアイズスピリットドラゴン、これはまあ1枚でも大丈夫です。ただ、2枚あった方が安心です。で、青眼自体は大会でも結構そこそこ結果出し始めてるんですよ。で、結果出し始めてるのは、まあ、サンダーブレイクだとか、あと天罰とかっていうのが入ってる方が多いです。で、コスモブレインは入れる派と入れない派がいますね。という風な感じです。で、逆に霊道が入ってるタイプで結果出てるっていうのはあんまりいないかなっていう風な印象です。で、実際に生放送で使ってみました、青眼は。で、今日も一応動画撮ってます。青眼の一番最初はほら叩き台バージョンを環境のテーマ、環境っていうか心拍のテーマなんか出すよっつって初日にガンってもう3つぐらい出したんだけど、その叩き台じゃなくて、自分が実際に今これが強いよって思ってるのを、まあ、大会の結果とかもね踏まえて作ったレシピとかがあるので、それは、今日出そうかなと思ってます。青眼今日かもしくは明日出そうと思ってます。で、実際に生放送使ってみました。で、いい動きとか悪い動きとかっていうのもしているので、気になる方はね概要欄にリンク貼ってます。なんでよければ見てください。で、まあ、1枚か2枚でいいかなと思ってます。一応、効果に関しては、効果とかそういうのを知りたい方っていうのはですね、新パックのですね、レビュー動画書いてあります。それもリンク概要欄に貼っておりますので、そこ見てもらったらいいかなと思います。あくまでこれは、まあ、何枚ぐらい必要かとか、まあ、そういう話になってきます。で、スピリットドラゴン一応、まあ、墓地効果がね、無効にできるっていうのがかなり強いので、今の環境は墓地活用テーマが多いからね、墓所がなくなった今、このブルーアイズスピリットドラゴンっていうのは一つの大きな役割を果たせるんじゃないかなと思います。で、次ライトロードアークミカエルですね。これね、まあなくてもいいかなって最初思ったんだけど、1枚あった方が便利だねっていうのは思ってます。まあ2枚あった方がまあループはできるかなって。ミカエルが破壊された時にさ、結局墓地のライトロードをデッキに戻してっていうのがあるんですけれども、まあ2枚あった方が回しやすいかなって思います。ただ1枚で十分です。で、墓地のねライトロードデッキに戻してライフ回復する効果が特に強くて、まあこれがね、まあなんていうんだ、デッキのリソース回復っていう点がすごく優秀ですね。エンドフェーズに墓地に3枚送るっていうのも、まあライトロードらしくていいと思います。で、プラス今破壊耐性系が多いじゃないですか、ホムラガミだったりだとか、そういうのを除外で処理できるっていうのが非常にこのライトロードアークミカエルは強いと思ってます。で、次なんですけど、これですね、イビリッジュア、ソウルオーガー、これはね0枚でいいと思います。環境で使われているのは一応見たことはないですね。青き目の乙女、これ最初三角かなと思ったんだけど、まあ構築によるんだけど1から3枚、まあ2枚が2枚は欲しいかなっていうふうには思ってます。
まあ昔はね、冷凍が強いと思ってたので、冷凍がない方が増えてきているから、そうなると、まあ、乙女はちょっと優先順位下がるかな。ただなんだかで言ってこいつ1枚あるだけでブルーアイズって手札揃ってない時でも遅延できたりとかするから、まあ強いは強いんよ。でこいつ込みで3回攻撃防げるからね。こいつ殴ってこられて攻撃無効にしながらブルーアイズ出す。でブルーアイズと乙女がいるから合計3回攻撃を食らえるんよ。で盤面かえ、維持できるから、まあなんだかんだ言ってめっちゃパワー化だと思うよ。でサンブレ型が増えてるから剣士の方がまあ優先度はちょっと高いかなと思います。まあ2が2あれば十分回せれるかなっていうふうに思います。ちなみに今日紹介する星眼の動画でも青き目の乙女は2ぐらいで考えてます。ジャッジメントドラグーンはね、ライロ組むならライトロード組むんだったら3枚欲しいです。でも現状ライトロードって結果出してないんですよ。だから無課金で行くんだったらここは現状は捨ててもいいかなっていうふうに思ってます。まず後々ライトロードの革新的な構築が出てくるかもしれないから何とも言えないんだけれども、現時点の話でいくとライトロードは勝ってないと。だからジャッジメントドラグーンあるんだったら3枚欲しいけど、ライトロードを使うんだったら3枚欲しいけど、まあ環境を組むっていう点でいくと0枚でいいかなと思います。グラディアルビースト、ウェスパシアス、これはね2か3かなと思ってます。2体並べればウェスパシアス3300打点ずつになるんですよ。だから2枚は欲しいかなっていう。やっぱ3300打点って大正義だしね。で特にクリストロンとかに入ってるデストロイ侍が剣闘銃ってめちゃくちゃ重たいんですよ。で、テキスト消えるじゃないですか、殴るときって。だからこいつって攻撃力500パンプじゃなくて2300になるんだけど、横にウェスパシアス並んでると2800になってるんだよね。だから何が言いたいかっていうと、デストロイ侍を倒せるっていうことが言いたいんですよ。だからウェスパシアスは2枚は俺は欲しいっていうふうには思ってます。ただ、フュージョンリザーブとかで代用もできるから、まあまあ3必要かは怪しいですね。確かキングヘイローさんは3じゃなかったような気がする。2だったような気がする。で、フュージョンリザーブ入ってる方だと思う。で、まあ個人的には俺は3派です。だって一番強いもんって思ってます、剣闘の中で。ただ、無課金の方で他の剣闘銃のパーツ集まってて剣闘組めるよっていう人がいるんだったら、無課金で3枚を追うのかっつったらちょっと怪しいから、他のテーマとかもね、組んだ方がいいと思うから、俺は2でいいと思います。だから2か3がいいと思います。ドラグニティクーゼはね、現状ちょっと環境に入ってきなさそうなんですよ。だから、無課金で行くんだったら0枚でいいと思います。あ、これ一応ね、ちょっと前置きで嫌な気持ちになる人がいるかもしれないから前置きで言っとくんだけど、これはまあ好きなテーマを組みたいっていう観点から話してるんじゃなくて、 KC とか大会で勝ちたいっていう観点から話してるんだよね。だから好きなテーマを組みたい、それでドラグニティを組みたいっていう人はこれは2枚集めた方がいいと思う。ただそうじゃなくて、あくまでもまあ俺個人がね、このテーマが強いと思ってて、だから何枚必要っていう観点からいくと、ごめんなさい0枚だよっていうところなので、あらかじめご了承ください。で次、グローアップバルブですね。これ1から3欲しいかなっていう、まあ、お金に余裕があるんだったらそりゃ3欲しいよっていう、多分ずっと使えるカードだと思う。でとりあえずこいつセットしておけば次のターンにシンクロもしやすいし、アドバンス召喚のコストにもなるし、で芝刈りとかで買った時にこいつ落ちればそのまま出せるし、あと墓地肥やしもできてやばいみたいな感じでございます。で3枚入れてもいいんだけど、例えばネオスケールで落としたりとか、まあ落ちたらラッキーぐらいの感じで、1枚入れたりだとかで、1枚でも十分あの仕事するカードだと思うんだよ。だから1枚でもいいと思う。で無課金で行くんだったら、まあ他のカード狙いながらね、引いてる途中に当たったらラッキーぐらいの感じでもいいんじゃないかなと思ってます。まあそのうちドリームユアルチケットとかもあるから、グロアップバルブが絶対に必要なテーマって、まあグロアップバルブは強いよ、強いけど、でも他のテーマと合わせてあくまでミックスする汎用枠的なカードだからさ、まあそのカードだったらさら3枚欲しいんだけど、1枚2枚でもいいかなとは思ってます。で、カイザーブラッドボルスはまだ今のところ使われてるのは見たことないかな、あんまり。なんで飛ばしちゃっていいと思います。で、こっからが SR 枠です。まあ SR 枠は今言った UR のカード集めていけば勝手に集まるかなと思ってるんだけど、そういう意味でいくと UR で、まあ2枚、絶対に2枚欲しいなって思うカードは、まあ、ウェスパシアスぐらい。ただ、剣闘揃ってない人がいるんだったら、剣闘無理に組む必要ないと思うんだよ。昔のパックとかも引かないといけないから。って考えると、実はね、UR のカード、そこまで必要ないっていう、1枚あれば十分だよっていうカードが多いっていう感じなんですよ。だからメインパックだけど、まあ、向き方上手にしていけば、一周で、とりあえずいいんじゃないっていう感じでは考えてます。
で、まあ、1週半かな。それはまあ口述する、SR のパワー化があるからなんだけどね。ムーンライトサーベルダンサー、これはね、2でいいと思う。俺は十分だと思う。で、このサーベルダンサー自体は最初は強いと思ったんだけど、今こいつよりもあのキャットダンサー、猫の方、要は二体融合の方が強いんじゃねっていう風になってます。あいつさ、隠された効果で戦闘破壊されないんだよね。だ、戦闘破壊されないっていうのがめちゃくちゃ強いのと、まあ、2回攻撃できるっていうの、こいつじゃあワンキルはなかなか届きにくいカードなんだけど、猫の方だったらワンキル取れるっていう風に考えてるんだよ。ムーンライトはもう耐えて耐えてカウンターで一気にワンキルするデッキっていう風な認識に僕はなってるんだよね。だからサーベルダンサーより猫の方が強いんちゃうかなと思います。結局キツネ落とすから、キツネが墓地にいるとなんか相手が対象取ってきたとしても除外して無効って言えるんよ。で、逆に言うと対象取らない系のカードに関しては別に2体融合でもこのサーベルダンサーでもどっちみち踏むから一緒、結論じゃあキャットダンスの方が強くねってなってるんだよ。だからまあこいつはまあ2枚でいいかなって思ってます。3枚はまだ使ったことないな。で、次ですね、青き目の剣士でございます。ちょっとこれはね、サンダーブレイクとかそういう手札コスト系の、構築が青眼ブルーアイズ流行り出してるから優先順位上がったかなと思ってます。手札から捨ててブルーアイズの特殊召喚っていうのも強いし、あとチューナーをサーチするのも強いっていう召喚時にね、で3枚入るっていうのがテンプレになりつつあるから、まあここは3枚持っときたい。青眼デッキ組むんだったら3枚持っときたいところかなと思います。ライトロードアサシンライデン、これがね今回の大当たり枠になります。大当たり枠2枚あるんだけど、そのうちの1枚です。これは3枚必須かなと思ってます。まあ2枚でもまあまあまあなんとかいける。でも3枚欲しいっていう、2か3だけど限りなく3に近い3って感じ。光の援軍とライデンの出張セットがしばらく流行りそうです。墓所不意もなくなったし、だから無課金だったとしてもこれは集めておきたいカードだと思います。なんでこのパックは俺は引く価値があると思ってます。メインフェーズにね、2枚と、あと、エンドフェーズに2枚、合計4枚墓地を肥やせる。しかもチューナー。強いことしか書いてないかなと。次ね、これ、ムーンライトイエローマーテンなんですけど、めちゃくちゃ可愛いよね。もう本当に好きだわ。まあ冗談はさっきおき、ムーンライトっていうのが無課金の味方感が半端なくあります。で、これが3枚必要だと思います。これから構築が煮詰まってくれば化けそうな気がします。なんで、無課金の方こそ、ムーンライトは持っといていいんじゃないかなっていう。これと知らぬ糸っていうのを持ってたら、とりあえずいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。直近のパックでいくと。です。で、シャドウリチュアは、まあ今はいらないかな、0枚でいいかなと思います。だから、勝手に、なんて言うんだろう、1週半とかしてたら、まあ何枚か集まるだろうし、ほんまに必要ってなった時にちょっと向きに行ったらいいと思うから、とりあえずこれは今は無視していいと思う。オルフェゴールディベルは、強いよ。このカードめちゃくちゃ強いと思います。ただ0枚でいいかなと思います。余裕がない人は狙わなくていいと思う。で、キングヘイローさんがいいオルフェゴールデスペの動画出してました。なんで SR だから、ついでで集まればラッキーくらいの感じで OK。で、そのオルフェデスペの動画見たい方っていうのは、まあ、キングヘイロー、スペースリンクスとかで調べるとたどり着けると思うので、そこ見てみてください。なかなか面白い動きします。で、まあ、実際にこいつ自身はね、今後は必要になってくる可能性が非常に高いカードだと思う。ただ、これもさっきの、なんだ、シャドウリチュアと一緒で、今すぐにいるんかっつったら別にいらない。で、まあ、ほんまに必要になった時に、引いたらいいぐらいの感じで思ってます。SR だしね。だから、このディベルが出てないからリセットどうか迷ってるっていうんだったら、リセットガンガンかけていいと思ってます。で、次。これが大当たり枠、もう1個目です。光の援軍です。これも3枚欲しい。っていうか、ライデンに関しては2枚でいいかもしれないんだけど、光の援軍に関しては3枚欲しいっていう感じです。今回の大当たり枠の中でも大当たり枠って感じです。墓地肥やしのお供ですね。こいつと、ライデンで合計1ターン目から7枚落とせます。プラス1枚サーチ。っていう感じです。で、20枚デッキで7枚ってことは、20枚デッキで芝刈り積んでるようなもんなんよ。で、手札とデッキ、合わせたらデッキの半分以上なくなるから、まあそら強いよねっていう感じです。だから墓地からの、墓地リソースを稼いで動いていくデッキからしたら、もうそれがなんて言うんだろう、7ドローしてるようなもんだからさ、普通にだからやばいんだよね。だからこの光の援軍っていうのは正直出すべきカードじゃなかったかなぐらいの、パワーは感じます。ネオスとかよりも俺は全然
インパクトとしては光の援軍のインパクトはでかいかなと思ってます。ただ光の援軍経由のデッキって基本的にエレメントセーバーに弱いんですよ。だからエレメントセーバーもまだまだ、まあ天下かなとは思ってるんだけど、でもこの光の援軍のデッキっていうのは今後流行ると思うから、まあ割と人権レベルに3枚欲しいんちゃうかなとは思ってます。で次ですね、マネクロスの万華鏡は今はいらないかなっていう感じでございます。今はね、まあ集まればラッキーぐらいで、グレードルインパクトも同じくです。盲信するグラディアルビースト、これはまあ2枚ぐらい欲しいかなと思ってます。まあ剣闘の不利地破壊だから弱いわけがないんですよ。ただ剣闘が場にいない時に機能しないから脳死で3枚積むべきかって言われると、そこがちょっと悩みどころかなと思います。まあ2枚でも俺は十分だと思う。うん、それよりもウェスパシアスを置いたいから、別にこれが出てないからリセットどうかっていうのは迷いどころですね。で、生物の傀儡、別にこれも特に必要ないかなっていう感じで、考えてます。なんでまあ1枚でしょ、スピリットは、まあ、最低限の枚数だけ言っていくと1枚1枚、0枚、うん、まあ1枚は2枚、0枚、まあ、3入れるんだったら3枚だわって感じ。ウェスパは2枚、0枚、1枚、0、2、2、3、3、3、3、0、0、3、0、0、2、0って感じです。どうでしょう？参考になりましたでしょうか？こんな感じで僕は、まあ、最近の大会のね、結果だったりだとか、自分が調整した結果だったりだとかを踏まえて、必要だなって思っている枚数でございました。今の話聞くと、このパックメインだけど向くの大変だなって思うかもしれないんだけれども、ただ、必ずしも追うべきカードっていうのは、光の援軍と、ライトロードアサシンライデン、この2枚だと思ってます。どちらもね、SR カードなので、まあまあまあ、1ヶ月、1ヶ月半ぐらいあれば、まあ集めれるんじゃないかなと。だから次の KC カップまでには集めれるんじゃないかなと思います。で、SR だから SR 確定出るかもしれないです。なんでこのね、セールがあと明日まで一応あるので、これを機に引いてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画以上になります。パックレビューでございました。参考になりましたらですね、高評価とあとチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。